こんばんは。この番組はゲイ2人のそれぞれの初リアルに密着した番組です。本当に初めて会う2人が見せる初々しさ、緊張感をお楽しみください。いつも通りのザリアルとはちょっと違ってですね、はい、セカンドストリートの達也くんとゆうきくんの、リアルを私たちモニタリングということで、はい、前半の方はセカストさんのチャンネルで公開されていますので、はい、ぜひそちらからご覧ください、はい、ご覧ください。そして引き続きゲストはベビーバディさんです。ありがとうございます。呼んでいただきまして、なんかあれなんだよね、うん、ドラッグ A のゲストが珍しい。 A の皆様こんばんは、よろしくお願いいたします。まあ、セカストの勇気と達也の会っていうことで、まあ、ちょっとね、個人的にも、まあ、チャンネルにも出させていただいたし、仲良くさせてもらってるので、まあ、そういう人生なのかなっていうことですけど、ちょっと細かいツッコミも入れられるんじゃないかっていうことなんじゃないの。あの人たちのね、どうでした前半見て、はい、本当につまんなかったこらこらごめんごめんごめん、嘘嘘。でも違う、達也と結城の殻がまだ破れてないっていうつまらなさであって、でもあれがリアルじゃん、うんうん、なんかこのちょっと、あ、俺のことそんなにいけねえなこいつとかどうしようこの間とか心の中のね、そうそうそう、後半はこっちも忖度なしで、はい、これとお相手のこといけないじゃないとか含めて全然いいよね。なんかそういう意味でのスペシャリティだと思うから、やっぱ芸の皆さんは目が超えてますから、うんうんうん、さあそこは含めてズバズバ言っていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いいたします。痛快バギチャンネルというか、いやーオッケーです。どっかの沼恵美子みたいなね言いたいこと言わせていただきたいと思います。はい、またゆうきさんですからね、はい、足湯からどうなっからね、そうね、まだ飲んですってちょっと濡れちゃったねぐらいなんで、うん、濡れちゃったんだってね、おーまねが濡れたんだよ泉は濡れてんのかよあー行きましょう、はい、おっさんの会話よな例えばじゃあ好きになった人が結構飲んべえで、うん、なんかやらかすんとかは平気な人、もう割と、まあ、自分がやらかしてるし、確かに人のこと言えへん的なね、いいかなみたいなのはあります。確かに自分もそうやわ。自分3年くらい前に一人暮らしを始めて、今のところで、え、地元どこですか。あ、地元神奈川です。あ、じゃあまあ全然近いですか。そうですね、2時間ぐらい、うん、まっすぐなんですけど、もう一人暮らし始めた時になんか職場の仲いい子たちが、うん、なんか引っ越し会みたいなのをしてくれて、優しい。そうなんですよ。で、飲んだり食べたりしてるときに、うん、しょっぱな自分が飲みすぎて、自分のトイレで自分で吐くっていう。あの、その引っ越し先の新居で、マーキングで一番最初に自分が吐いて、もうだから、もういいよ、吐きたけない。最悪他は、なんか飲む以外は、休みの日は何をしてるんですか。1日、溜まった分の家事を全部やって、回して、うん、じゃあ買い物、朝に行って、じゃあこの時間に帰ってきてみたいな、ちゃんと自分でスケジュール決めて、わーって買い物してるじゃん、やって帰ってきてみたいな。主婦やん、ちゃんとしてる。なんか憧れたことあるんですよ、そういう生活に、うん、お家もちゃんとこう綺麗にしてて、うん、でちゃんとこう弁当も作って自分で持って行ってみたいな、うん、無理あの三日坊主どころじゃなくて1日でやめたね。何してますか休み。おお、なんでしかない確かにそうですね。でもスケジュールを決めたくない人というか、うんうん、あの決めたくない人だし、周りの友達もこうスケジュールを決めない人が多いから、うん、土壇場が多いから、もうえちょっと今からどっか行こうよみたいな、うん、お付き合いしてたのは何年前ですか。付き合ってたのはコロナが流行りだした時までに別れましたね。3年前ぐらい、3年前、3、まあ、3年、4年前の、コロナってそんな前か、2月とかに、うん、に別れて、え、それどれぐらいですか。あの2ヶ月ぐらいでした。ああ、ちょっと短めやったり。その前も全然いなくて、自分も4人、うん、なんかタイプって聞かれた時に、うん、自分タイプないんですよ。僕もタイプないですね。好きな人がタイプ。そう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 。だからもう今までこうやって4人いた人もみんななんかこう見た目で言ったらちょっと違うし、うん、ジャンルも私もいけるのかもいいし、ないから逆に消去法の方があるかも。見た目めっちゃ男すぎる人無理なんですよ。こうなんかちょっとうわ男みたいな苦手ってあるじゃないタイプ苦
苦手意識はないけど、うん、なんかそこも自分の多分対象には入らない。あ、そう、その、うん、嫌いなわけじゃないけど、うん、恋愛対象として見たことがないなって、うん、一瞬で落ち着く人が多分一番いいのかな。あの、大事大事です。僕タイプ年上なんで、うーん、いいなって思った人で一番上だと何歳？一番上だと32とかですね。今多分今年32ぐらい。今恋愛欲あるんですか？いや、したいな、なんか、まあ、恋はしたいなとは常に思いますね。季節が季節だしね。うん、そうですね。周りを見てると、ね、本当にツイッターとかやっぱ見てるとみんな恋人とどっか行ったとか。前の友達とかはいたりするの？そのゲイの友達とか。ゲイの友達いる子もいますね。うん、でちょうどこの間職場に遊びに来た子がいて。デートで？デートで、うん、でその相手の彼氏を知らなかったんで、うん、これ彼氏みたいな、いいでしょみたいなって言われて、うんかつく。いや、それはでもちょっとあれだな、羨ましいというか嫉妬するよな。いや、嫉妬しますね、あれは。どう、明日も仕事ですか？明日も仕事です。でもまあ夕方、まあお昼過ぎなんで。あ、遅めなんだ。遅めにさ、時間帯もバラバラ。あ、そうか。めっちゃバラバラですね。だって日によってあるじゃないですか、撮影あるあないとかで多分時間全然違いますよね。そう、時間も本当にバラバラ、うん、もう早い日もあれば逆になんかもう夕方は過ぎぐらいの時もあれば、うん、めっちゃバラバラ、うん、作りづらいかもないよって言うね。ですよね。あー表情このマネ久しぶりに見てるわ。これ飲んだらなんかもうこうやって、うん、どうして出ますか。あ、そうですね。なんか次のとこか行きますか。ね、あ、次行くなりなんなりで。なんで見ないのよ。何これ、何飲みやすいからめっちゃ飲んじゃいますね。なんか覚えてるの。お金が飲んでる。ちょっともうこの場に飽きましたのかな。ピザの存在忘れてたけど出てきたら結構美味しかった。途中から楽しみだったよ。どっちが良くなった？勇気がね。え、2軒目行くんだよね。え、2軒目行くって感じだったよ。どうな、え、え、終わり。どうでしょう。そう、うわー、え、まんまじゃなかったですか。うん、勝手満々だし、あと、まあ嫌。後半のえ、でも分かんない、これだいぶ編集であの部分カットしてんじゃない。そう、だなんか結構間があったんじゃない。これこれなんかそんな気する。っていうか、後半の勇気のずっとなんかそんなになんかずっとあなたこうだやっててさ、なんか足湯がなんなのか不愉快なのか分かんないけど、ずっとこんななっててさ、わかんねえなー。っていうかやっぱ勇気のバリア全然溶かしきれてなかったよね。なんかアホになったらええのに。いくらなんですか年収とかね。めっちゃいくらもらってるんですか。ぐらいの個人的なあれなんだけど、翔太くんの酒の悪いエピソードを伝えられるって器の大きさだと思う、私は。うわ、そんなこと俺もなっていうラリーがあった方がいいのに。でもないじゃん。だからそうなのよ。だからすんってだからもうただ単に人事の、そう、もう面接をちょっとやってって新居ゲロありゲロチェックみたいなさ感じがなんか もったいないというか、もう誕生直前に言うとそんなやっぱなんか違うあとなんか合わへんのかなみたいなのがあったんちゃう。前半と見比べてほしい。顔違うから、うん、違うね。前半はまだ影増えるよ。陰影が激しくなってた気がするんだけど後半。でも翔太くんはどっちかっていうと行こうっていう2軒目どうします。だから本当にでもさ、翔太くん何歳だっけ。25ですね。5でじゃあ結城さんどうなんですかって聞くのって難しいよね、うん、まあ、それがある意味お酒は早めてくれるって魔法のお酒って呼んでんだけど、でもやっぱそこまで出せなかったのかな、お酒の力。だから自分から言えばいいじゃん、ゆうきくんは。意味わかる。自分の話全然しなかったでしょ、ゆうきくんが。そうなのよ。そういうことがあったんだ、じゃあ僕もこういうことがあってねっていうの。そうなのよ。ないっていうのはなんかちょっと寂しいよね。どうなんすか、セカンドストリートっていう感じだった。そう、あ、ザ・リアルの時間帯もゆうきとしたら4時くらいで集合でいいのよ。すんごい時代ただね、リアルって言ったの番組でしたよ。あー、ね、黙らんっていうの。
意識しちゃったのかな。すんなよ、気取りやがってよ。こんなの見てんじゃねえんだよ。ほんとだよ。お前の性癖なんて聞きたかったんだよ、私は。その話はあってもよかったよ。そう、なんかそういうさ、昔付き合った人の話とかね、立ち猫どっちですかとか、そういう生々しい話一切ないじゃん。そう、コロナの前で別れた。終わり。あの後すごい間があるんじゃない。で、編集で聞いてるけど、で、また人事みたいなメンスがあって、翔太がわーって喋って、そうよね、曲がって切ってる。地獄じゃないの。そう、うわー、ポジションでさ、苦しい。ポジション、ポジションどこですか。いや、恥ずかしいね、猫です。あ、じゃあ次なんて言ってよ、お前はどっちなのって。これを逆に翔太くん25歳が1時間あったと思うと、胸が痛いね。次行く時のさ、普通相手行くさ、で次どこ行く、ウキウキするはずなのに、どうしますか、ね、読んだねみたいな。あなたされたらどうする。多分お茶の行きま…行きませんよねみたいな。自分から引き際を作っちゃう。で、飲み屋行って、ひえーもう、世界史という記載点だったんだけど。もうずっと面接掘り深くなってたんだけど、コーナーとか言ってね。うわー、なんだろうな、これがリアルなのか。そうじゃない、逆にやっぱ勇気のリアルだよな。次は酒場で太もう一回出会ってほしいな。この時は別に企画だったけど、俺ね、で一緒にトイレでね、履いてたりするとね。そんな恋愛ある。やるんじゃない。私ね、口で好きとか言うの、くそー言ったじゃん。いや、もういいや、臭いって乗り越えたら。そうだよ、そうです。臭いを共有できるのは重要。そう、重要。かっこいいね、ビバギー。これが勇気のザリアル。この後にツヤのザリアル。そうだぞー。達也くんのやつはすごいテンポよく、あ、そうね、前半ね。そう、そこから盛り上がっていくのか。流星のやっぱこう、かぶせ方に期待したいね。あの弟キャラが吉と出るか京都出るかじゃない。続きを見ていきましょう。はい、写真撮っていいですか。あ、もちろん。初めて見た。まあ、上京したてだからね。そう、東京っぽいことしたの。そう、今日が初めて。かわいいじゃん。ちょっとこれ割ります。はい、めっちゃかわいくない。いいんじゃない、こう全体にね。よろしいわね。すげえ。結構飲むんや。じゃあ多分結構飲みます。お酒は相当好きなんだね。めっちゃ好きです。お酒マジで大好きです。へえ。ちょっと飲むも酒が好き。酒の一滴まで。お酒かお得かを選ばされたら。うん、多分天秤にかけてめっちゃ悩みます。1時間ぐらい悩みます。あ、でもそれはちょっとわかるわ。そうぐらいお酒が好き。うん。で、そのお酒の銘柄によっては全然こっちがお酒の方が全然上に上がる。すごいね、テレビ向きをこんな大きい声出せる。じゃあ付き合う人とかもお酒飲める人がいいがいいですね。あとお酒に飲まれない人がいい。あ、自分が結構やっぱ飲んじゃうから飲まれるんや。僕あのオーブ、オーブ気に入ってくださいました。美味しいですこれ。良かったです。このオーブのボトルって見てもいいですか。あ、この後じゃあ一緒にドリンク提供の時に持ちます。お願いします。はい。なんかこのオーブっていうボトルとかラベルにこだわりの秘話があるんだって。秘話秘話、秘密の話。ああ、こだわりの話があって、そういうのさ、一言書いてくれてるとさ、すっごい気になるタイプなの。あのカレンダーに行ったら下にちょこっと綴ってあるみたいな、そんな感じの。カレンダーってだいぶめくってないかも。やばい、めっちゃ。おじいちゃんじゃおばあちゃんじゃありません。めくめく。なんて書いてあるの。え、普通になんか、例えば今日はいいことあるよみたいな。カレンダーで占いってこと。トイレにあるわ。そんなのがあるんだ。そんなのがあるんだ。撮るの、よかったら見てください。なんかこれが、だいぶ、え、布生地、何が、こだわりなんだな。これマジ布生地ですよね。布だね。おしゃれ。彼氏とかはいるかいないか。うん、いないです。いっちゃったからリアルで。そうよね。最後にいたのは多分本当に多分1年ちょうど経ったぐらい。もともと東京の彼だったんですよ。で、東京に行きたいなって思ったきっかけも彼だったんですよ。長く続いてたから。うん、
どれぐらい続いたんですか？2年ぐらい。お、でもすごい遠距離でそんな続くのが。それは今多分。それはごめんなさい、何で別れちゃったんですか？朝仕事行く前にお互い電話でなんか松に好きだよみたいな、仕事行ってくるねお互い頑張ってねって言ったその日の夕方に別に気になる人ができたからって言ってくれたんです。じゃあどうした？いやでもルーティン化してたんだよね電話が。でももともとあれなんでしょうね、その気になる方と会ってたんでしょうね。逆にどうですか、恋愛難しいですよ、難しい人だと。どういう方が松タイプですか？なんかあんまタイプは自分なくって、なんか自分が可愛いなとかイケメンだなとかって、なんかもう綺麗食えばあれですかね、好きになった人がタイプ。あ、本当そのタイプ、本当にそのタイプ。だから今までの彼氏とかは、なんかその大学生みたいな子もいるし、なんかひげで短髪で、ザみたいな人もいるし、金髪、鼻ピ、黒肌のギャルっぽい人もいるし、みたいな感じかな。上澄み生活。あ、でもやんちゃっぽい方の上澄み生活。た人で、前髪系が好きだったんですよ。でも SNS を始めて、こっちの界隈に好かれたいじゃないですけど、モテるのって単発じゃないですか。まあ王道系とかっていうのはそうですね。髪をバサリ切ったんですよ。振られました。初めての彼氏にってこと？そう。髪の毛急にバサリ切ったら？バサリ切ってその黒髪戻したら振られました。でも逆に需要が増えたり。髪あげたくなるんだよ。しましたね。パンツ売ってくださいとか。パンツ売ってください。やっぱ熊本っぽい。使用済みのパンツ売ってくださいとか。やってた。周りにいたもん。こっちが好きならじゃん。どれぐらい飲めるかちょっと見てみたいんで。チンチロください。チンチロって何？チンチロって何？ちょっと説明します。来たも飲むことない。同じ数字が3つ揃ったら無料です。1、2、3組みはお店から残念賞ということで、素敵なドリンクのサービスがあります。これ自分から振ろうかな。あと3が出たら引っ込んだ。はい。そういうことってあるやん。そういうこともあります、このお店。あ、出た。あ、出ちゃった。出ちゃった。じゃあ、流星君も。こんな惜しいことが。はい。どうぞ。2を出したら。2を出したら。あ、皮膚。皮膚見る。じゃあ、もう2じゃん。じゃあ、2じゃん、2でいいじゃん。これ2じゃん。あ、2! お作りしてきます。はい。このサイズが来るんや。そうなんです。なんで、サイコロ振ればもうお得です。で、皮膚見が出た残念賞。ああ、適当。これ冷えてます？冷えてます。もうキンキンです。お前が言うから。やっちゃいけない顔しちゃった。マジか。くここって居酒屋ですよね、一応。居酒屋というか、まあ、ね、オーナーがゲーバーのママだから頭がおかしいんだと思う。普通こういうご飯と一緒にテキーラが出てくることってあんまないですよ。でもテキーラが一番ないですね。僕明日は何時から仕事なんですか？早いんだ。そんなことない。9時なんで。早いね。でもせっかくこっちまで来てるから。こっちも、まあそうだよね、こっちまでというかその新宿まで来てるから、お店に顔出して、で頑張って終電で帰ろうかなと。そう、ママにこっち来たら飲み来てねみたいな言われてたから、そう誘えよ、せっかくならと思って誘えよ。でこれだとお店で顔出すみたいな。何の話を聞いてんだよ。誘われたいのこの女。すマチコなんですか？おすすめのお店あります？おすすめのお店あります？おすすめってかいつも行ってるお店。あるんだよね。あるんだけど、もう手がもうそこにしかいないんだけど。本当にもう週3ぐらいで行ってるゲーバーって。週 3!? 、うん、本当に、あの本当に家みたいに思ってるところが。これどんどん行きますか？どんどん行きますか？全然、あの一回一緒に飲み行ってもいいし。あ、じゃあ最初こっちかな。
まだ飲めますか？いけます。うん、全然大丈夫です。あ、いいね。いやいや、ありがとうございます。それが一番助かります。じゃあ、行きましょうか。どうもごちそうさまです。どうも、いいね。お世話は平気かな？大丈夫です。大丈夫ね。よいしょ、じゃあ行こう。はぁ、いいんじゃないの？まあまあ、何いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、何何何、泉さんも持ちたいの？ない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 けど、なんかやっぱまだぶってんなっていう。いや仕方ないわよ。てかどっちに振り分けるのかよね。だから飲み仲間としてやりたいのか、だからチンチロまずお前飲めますか、そんなに酒、もうあれもう酒屋のギャンブラーのやり口一緒やもんな。着地はそこだったね、うん、でこの後に終電には返すからが、結局終電あれ逃しちゃった、どこ行こうかが、あー、で違う、そういうのじゃないの？だからこんなのいやなんかね、しょうがないんだけど、やっぱカメラがある弊害があるなっていうだけで。いやそれはそうよ。まあでも今回のさ、流星くんが意外と聞く子だってくれよかったね。そう、なんか可愛らしい子ね。可愛い、そう、どこ冷たいね、可愛らしい。でもさ、あれごめんなさいね、私は本当に人を疑い続けてもう早い40年なんですけど、あれすら謙遜だったらどうします？まあなんかちょっと怪しいですよ。怪しい、嘘、うん、なん、決まって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 、ちょいちょいちょい、結構好き放題言ってくれる、つまんない、痛いじゃん、びっくりびっくり、あ、知ってたわ、あのね、ちょっと傷つきました。強めに言ってねって言ったけど、私ってつまんない。つやはいい感じでこうね、なんか私的には好感が本当持ってて、いやいや、そうね、あの伊豆関さんそんな感じなかったけど、だって終わった瞬間、まあ一個だけ言わせてください。あの、僕は動画上でちゃんとお仕事としてやってるんで、うん、プライベートは普通に関西弁も使いますし、いやいや、うん、そうね、あの、なんか男の部分もありますよ。おつぶってるみたいなこと別に言ってなくて、ザ・リアルです。どうでした僕たちのリアル。なんで、なんでつけてるの？ですなんかつけないわよ。いや、あえてよ、ツヤと勇気にってこと。そう、だからうちらもエンターテインメントの人たちだから。でもそんなのを抜きにしたザリアルだから、うん、ほら結局仮面かぶってたんでしょ。何仮面って。だから泉さんの顔見てください、なんかもっと玉裏見せました。玉裏見たかったなと思ってたね。なんか私もまあでも初リアルで玉裏見せますあるけど、その気持ちの玉裏みたいな部分はあのお酒入ったら割と出ちゃったりとかするかもね。あ、それで、まあ、聞かれて終わりっていうのは、まあ、多々あるけど、うん、まあまあね、だからやっぱさ、仕事の、うん、その仕事病みたいなのかもわかんないけど、すごかった、二人がもうどこまで行ってもやっぱセカンドストリートなんだなと思っちゃって、切っちゃうんだよね。達也が意外とこう聞くこと多いけど、結城、うん、の場合でもあんな聞くんじゃなと思って、うん、でもこれ多分別ほんまに作ってないです、これ多分ほんまにリアルこれがって言うとモテなくなるよね、つまんないやつだから。なんかやっぱ朝4時にヘベレケにあったジリアの方があるのよ。ちょっとこれ雪辱戦しますよ、お二人。もう一回、うん、やっぱ明るい達也みたいにやっちゃうのもわかるんだけど、もう一回ぐらいこの玉裏リアルみたいな感じで、ザリアルじゃねえ、たまたまある意味ドッキリに近い形の方がいいのかよ。いやそれはちょっとさ、そしたら仕掛け人がさ、じゃあ達也のこといけないのにリアルさ、えじゃあやだそんなの。いや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 、いくらうちらがね、あのね、操り人形でもね、それされたら本当に楽だった。そうね、でも多分不審になっちゃうってことは5年恋愛できんくなる。なのにさえできてないの。なのにさえできてない。でもなんか3人のうち本当ですとか、一人はなんか、あ、そう今あるじゃんみたいな合コンをする。そう、あ、でもそれでも僕らでもいいんですけど、僕らじゃなくても企画にしたら面白そうですね。あ、単純にね。いやいや、僕らじゃなくてじゃなくて、やるからにはここでやるって。なんで俺、なんで、どうでもちょっとおばさん二人ちょっと喋ってるからね。ゆうやどう、確かにごめんごめん、ゆうや全部聞いてどう。で、陰りが見えたのは本当に陰りが見えちゃってからそうやりとりとしても、なんか次ちょっと時間空くのかなと思ったし、そう、
で達也くんのやつは次がちょっと早そうだなって。周りのね、そのどっちが面白かった？忖度なしに。やめてよ。ちょちょ面白かったって俺つまんなかった。つまんなかった。つまんないやだなと思ったら忘れてる。もうチェックシート持ってたもんな。そうな。でもゆうきくんとのその真っ暗の部分すらいいよって言ってくれる人、うん、達也さんにもこうバーンって やらなくてもいいよって言ってくれる人みたいな部分も現れたらまたちょっと違うのかなってね。もしでもなんか達也は意外とこのはぐいぐいぐいいく感じ、ね、お兄さん、あの若い子のお兄さんをずらしてたよね。なんか道しるべを作ってあげないといけないのかなとかっていう風にさ思ったよな。愛じゃないんだよ。ちょっとなんか揉めようとしてたよ。してるのまで盛り上がってる中ですけど、2人の初リアルいかがだったでしょうか。ダイモンチャンネルのね、このザ・リアルに出てみたい方を募集しております。応募方法は概要欄に記載しているのでそちらをご覧ください。またこの番組がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。よしもよかったよ、2人変なもの見せてしまって本当にすいませんでした。はい、出会いを期待してます。はい、ありがとうございます。素敵なリアルを。はい。怪しいのよ。まあね、やいのやいの言ってますけど、長い子と一緒にザリアルをやってきた、ゆうやくんが卒業となりました。やだー。ありがとうございます。次。4月から特別のちょっとお仕事が始まってですね。はい。あの。卒業という形になりまして、はい、あのこの座を誰が奪うんでしょうね。次は実は、まあ、見てみました。やらせてよ、しみ。わかる。この位置いいよね。楽しいよね。しっかり言うところで、ライモンさん、やらせてください。私、一文字しか違うものはしない。確かに。でも、ずっと影あるかもしれない。いや、寂しくなるね。だって、初回からだったんで。どれぐらい、何年ぐらい。3年ですかね。あーすごいね。じゃあちょっと次のステップへ、はい、頑張ってください。今後もぜひこのザ・リアルをよろしくお願いいたします。おお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 おと自分と合ってる部分があったりとかして、うん、なんかこう共通点が多かったなっていう印象があります。 YouTube とかで見てたイメージとはまたちょっと違った、うんうん、いいイメージがちょっと見れたので、自分の中でいう芸能人ですか、有名な人っていうすごいイメージがあったんですけど、なんかやっぱ自分の中でもと同じような共通点があったりとか、なんか自分となんかこう接しやすい、まあ、ポイントだったりとかがあったので、なんかそう自分の中ではいいなというふうに。ぜひ機会があれば、うん、なんか、まあ、遊びだったりとか飲みに行ったりとかはなんかしていきたいなとは思いますね。でも純粋になんか普通にめちゃめちゃ楽しかったです。なんか僕結構お酒飲むのも好きだから、なんかお酒飲める人かなとかいろいろ考えながらいたんですけど、なんだか自分よりペース早くて、で話してるといろいろこう共通点もあったんで、純粋に普通に一緒に飲んだり食事したりして普通にも楽しかったですね。話もいろいろ聞けましたし、第一印象はなんかもうちょっと、まあ、自分も人見知りなんだけど、相手もすごい人見知りというかそんなにこうわーっていう感じじゃないのかなみたいな思ってたんだけど、意外とすごい喋ってくれたし、逆にこう人見知りの自分でもなんか意外とこう楽しんで、できましたね。だから第一印象で言うとなんか打ち切りなのかなっていう印象があったけど、意外と全然陽気な人だったなっていう印象です。なんか喋ってる間に結構居酒屋とか家では飲むって言ってたんですけど、でも普通に、まあ、まずは普通にお友達としてなんかバーとかで一回飲んでみたいなって思いました。普通にお酒好きそうだし話して楽しかったので、また一緒に飲めたらいいなとは思います。動画の通り面白い方で、もうすごく楽しい時間を過ごせました。いやめっちゃ緊張しましたよ、やっぱりその画面越し見てた方なんで、はい、緊張はしましたね。
ですね、いい意味でやっぱ動画と変わらずっていうのがやっぱりいいイメージでしたね。ピクルスの紹介の仕方が結構面白かったですね。いやもうぜひもう本当にもう達也さんが良ければ飲みに行きたいですね。久々のリアルだったんですよ実は。で、あの熊本から上京してきたということで、なんか写真で見る感じのなんかそのまんまの感じの子だったし、あのとても笑顔が素敵な子だったなっていうのが第一印象でした。あと名前も可愛かったな。積極的な話をしてくれるし、自分のこともいっぱい話してくれるし、飲んだらどうなるんだろうっていうのがちょっと気になりましたけどまだその今1時間ぐらいしか喋ってないから分かんないですけど、あの結構多分飲んだら多分グイグイしてくるような子だと思うから、まあ、僕の飲み方的にも合ってたりとかもしかしたらするのかなとか思いながらも、まあ、でもやっぱ23歳ということだったので、まあ、僕の5個下、うん、やっぱ若いですね、うん。